アローレイク S ことインテルコアウルトラ 200S シリーズの評価キットが MSI から届いたので、早速中身を確認してみたいと思います。早速 CPU から見ていこうと思います。中に入っているのはコアウルトラ9285K です。それでは CPU を取り出してみたいと思います。対応 CPU ソケットは LGA18512 がありました。またヒートスプレッダーはもう CPU を固定する部分、この面積が大きくなっています。今回のコアウルトラ 200S シリーズはヒートスプレッダーの形状が異なっていることがわかります。裏面です。 LGA1851 はピンの配置や切り欠きの位置が異なるので、コアウルトラ 200S シリーズを従来の LGA1700 対応マザーボードで使用することはできません。今回紹介しているコアウルトラ 9285K はコアウルトラ 200S シリーズの最上位モデルで、性能重視の B コアが8個、電力効率重視の E コアが16個の24コアを搭載しています。AI 処理を行う NPU も搭載しています。インテルの発表によると、前世代からワットパフォーマンスが大きく向上している点がアピールされており、コアウルトラ 9285K はコア i9-14900K と同等のパフォーマンスを示すシチュエーションで、大きく消費電力を削減していることが謳われています。従来モデルよりも冷却面などで扱いが容易になっていると思われます。対応メモリは従来の DDR5-5600 から DDR5-6400 へと強化されました。それでは CPU 以外の製品も見ていきます。まずはマザーボード。水冷クーラーも同梱されていました。メモリは G スキルの CUDIM が同梱されています。水冷クーラー用の LGA1851 に最適化したマウンターも付属してました。では中身を確認してみましょう。MEG Z890 ACE は MSI 製 Z890 チップセット搭載マザーボードの上位モデルです。 CPU ソケットは LGA1851 対応、レバーの形状も若干変わっているようです。メモリは従来の DDR5DIM に加え、今回から新たに採用された CUDIM もサポートしています。電源部分は24フェーズ 110A 対応で、上位モデルらしい豪華な作りになっています。ヒートシンクもかなりしっかりしたものが搭載されています。 CPU 用の電源コネクタは 8PIN×2 の構成になっています。 SSD は Gen5 対応で、ヒートシンクはワンタッチで外すことができます。ワンタッチで取り外しが可能な大型ヒートシンクの下には多数の M.2 スロットが用意されています。最上段の PCI Express スロットはボタンでラッチのロックの開閉が可能です。裏面も上位マザーらしく、しっかりと金属プレートで強化されています。背面パネルを見ると、目立った機能としてはサンダーボルト4が2系統、 10G LAN も搭載しています。無線 LAN は Wi-Fi 7対応です。マザーボードの一番下の部分には複数の拡張カードを挿した時でも電源が安定するように8ピンコネクタが用意されています。メモリは今回新たにサポートになった CUDIM が同梱されていました。こちらも中身を確認してみましょう。見た目は通常の DDR5DIM と同じなのですが、新たにクロックドライバーが搭載され、より高クロック動作が可能になると言われています。このメモリは DDR5-8200 対応が謳われているモデルです。以上、MSI から届けられたアローレイクの評価キットをチェックしました。アキバ PC ホットラインとこのチャンネル PAD では、アローレイクと対応マザーボードの性能評価を含めたレビューを近日公開予定です。ぜひこれを機に PAD のチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。